商談審査はそれらの中で特に厳しい苦行である。一番大事なのは息のね、あの吐く時と足すところ、これをよく見ますから。まだあの実際に私たちが試しはやる時もね、息のそのね、呼吸法によってね、物が割れたり割れなかったりすることがあるんだから、あの人が倒れる時もそうです。これ一番大事なことよ。相手の呼吸をこう足して喧嘩するときに、そうよ、こう足して吸おうとするときに、そのタイミングが難しいんだよ。そのとき叩いたらね、脇腹叩いたら必ず息できないんだから。これが気渡しです。こういうだってね、下腹に力が入ってないからこれ崩れちゃうから。わかった？おっす。稽古、地力本願の稽古によってね、石を割る。石を割るんじゃろ、石をこういうふうに握って折っちゃうんだから、これぐらい握力がなるよ。この練習で、この逆立ちで。この逆立ちでだよ。別に機械いらない。石をこう持って割るんですね。石をこう持って、うんってやったら折れちゃうんだから。折れちゃうんだよ。石をね、手で割るんじゃなく、石を持ってね、そのまま折っちゃうのよ。それぐらい握力がある。強くなるよ。握力の強い人間がね、速さだけあればね、叩いたら必ず相手死ぬんだから、こういうことを念頭に置いてね、精進してもらいたい。地上最強の、昨日も申し上げたように、地上最強のね、格闘技があるとするならばね、それはね、何でもない空手だよ。その空手の中でも最強に強いのはね、極真だよ。だから極真できるよ、君たちできるよ。選手権大会いくらでも叩いてもね、倒れないのは君たちのね、握り方、あでから。三、四、地力本願の稽古を一生懸命やってください。ボディビルの戦隊ってね、あんなことやったってね、強くなりやしないよ。これはね、もう私の長年の経験だ。半世紀の経験の上において言うことだよ。四、やっぱりね、力があってね、技がなくちゃダメですよ。そして速さがなくちゃいけない。そういう意味合いで、非常にそういうものを今見てますから、本当にこれはね、力あるのかないか、これは本当に速いか速くないか、これはうまいかうまくないか、そして正しい空手の理念に基づいて本当の技量をね、収めているかどうか。これがね、華麗なる組手だ。相手の突き蹴りはね、全部な、受け流す流水である。すなわち自分のね、突き蹴りはね、間違いなく相手の標的に当たる。華麗なる組手をやらなくちゃダメよ。地獄の商談連続組手。次々に向かってくる相手に対し、妥協のない攻撃を続けなければならない。自分自身を地獄の淵に追いやり、彼らはそこで何かを掴もうともがきにもがくのである。ちょっと待って、ボス大丈夫か？ボス大丈夫です。私見える？ボスちゃんと見える？ボス早く大事なマジキリあれ、ちょっと動かさない。やれ。
空手が